皆さん、こんにちは。拳にグローブを着用し、パンチのみを使い、相手の上半身前面と側面のみを攻撃対象とする格闘スポーツ、ボクシング。そんな日本のボクシング指導者、ボクシングプロモーターとして活躍していた金平正樹さんは、1999年3月26日に大腸がんで亡くなりましたが、明日のジョーの丹下段平のモデルとなった人物で、まさにドラマのような人生を送ってこられました。そんな金平正樹さん、ボクシング界のスターを次々に生み出してこられましたが、ある事件を起こし問題となります。その事件というのが毒入りオレンジ事件。金平さんが亡くなってから今年で25年。今回は金平正樹さんについて、そのドラマのような生い立ち、そして毒入りオレンジ事件の真相について調査してみましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。金平正樹さんは中学時代に喧嘩で負けた悔しさから、ボクシングをはじめフライ級とバンタム級でボクサーとして活躍していました。師匠同様のブルファイター型のボクサーとして、目黒ジムの四天王と呼ばれるほどの実力でしたが、日本チャンピオンにはなれず1958年に引退。その後しばらくはマネージャーとして活動していましたが、体力の限界を感じ引退。1958年4月、恵比寿駅前にとんかつ屋トンキンを開業しました。ジムの後輩である山上純一さんを大番頭に営まれたこのお店は、8人お客が入ればいっぱいになる小さな店。ある日、新規にアルバイトを募集したところ、後にフライ級サンバガラスと呼ばれることとなった元 WBA、WBC 世界フライ級王者海老原博之さんがやってきたそうです。まだ当時19歳。とにかくバイトでお金を稼ぎたかった海老原さん、店主の金平さんに縄跳びしてみろと言われ、何の意味があるのかわからなかったものの、店主の言うままにジャンプやダッシュを繰り返したんだとか。これが海老原さんのボクシングとの出会いとなりました。アルバイトでやってきた海老原さんに惚れ込んだ金平さんは、お店を畳み馬小屋を改造したささやかなジム、競泳ボクシングジムを作り、2人で世界チャンピオンを目指すこととなったのです。その後、金平さんと共に特訓に勤しんだ海老原選手は、見事2度にわたって世界フライ級チャンピオンのタイトルを獲得。さらに海老原選手以降も競泳ジムは西条正蔵さん、具志堅用高さん、渡嘉敷勝雄さんなどの世界チャンピオンを生み出しました。4人目の世界チャンピオンになった上原康経選手のチャンピオン獲得年齢29歳9ヶ月は当時の日本人ボクサーの最年長でしたが、金平さんは上原さんに10年の間家賃や生活費も全て出し、仕事も持たせずボクシングに専念させたそうです。これはボクシング以外の精神面での負担をさせないためだったといいます。上原さんは親身になって選手の面倒を見てくれた。この10年間会長の期待に応えたいという気持ちだけで戦ったと話しています。また具志堅さんは、ボクシングは選手と会長の間に信用がないとできないんですよ、僕は会長がいるだけで安心しますと。西条さんは、ボクシングを離れても面倒を見てくれるいい人です。練習でも頭ごなしに言うことはなかったし、試合でも選手をリラックスさせるコツを知っていました。会長は日本はもちろん世界でも重要視されている偉大な人ですなどと話しています。海老原さんの時はまだ規模の小さいジムだったことで、マンツーマンで指導をするしかありませんでしたが、金平さんはジムの会長は選手とは一定の距離を置くべきという持論を持っており、キャバレーに選手を連れて行ってホステスとイチャつくようなジム会長ではダメだ、選手からは尊敬されなくてはならないという考えがあったそうです。また西条さんの言うように、会長が一つ一つに口を出すと選手が萎縮すると、自身の指示はトレーナーを通じて選手に伝えるよう工夫していたそうです。このようにジム会長として数々の選手に慕われていた金平さん。
そんな金平さんがまさかあんな事件を起こすなんて誰も想像できなかったでしょう。ことの発端は1981年6月に遡ります。後楽園ホールの試合で競泳ジム所属の渡嘉敷勝男は前評判を覆し韓国のキム・ヨンヒョンに判定勝ち、世界戦への挑戦権を得た渡嘉敷は12月の WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチでも勝利して、ジムの先輩具志堅用高が失ったチャンピオンベルトを奪還しました。ところが翌年3月、渡嘉敷が世界戦への扉を開いたキム・ヨンヒョン戦で薬物を使用していたとの疑惑が報じられたのです。1956年6月、金平正樹さんは小型注射器でオレンジに薬物を混入、試合前にキム選手のマネージャーに渡したところ、試しに食べたトレーナーが吐き気と下痢に襲われました。幸いキム選手は口にしなかったそうですが、韓国側は猛抗議。しかし渡嘉敷戦で工作をしたのかと尋ねられた金平さんはしていないと否定しています。これについてボクシングマガジン元編集長の山本茂氏は、試合をやる前から世界に挑戦できるランキング入りは決まっていたというのです。確かにランキングに入るための明確な規約があるわけではなく、政治力や接待で決まる不透明な部分が多い。でもそれは嘘だったと思う。金平さんは具志堅の引退後、新たなスターを作る必要があった。工作はしたけれど失敗した。それが真実だと思います。事実、金平さんはボクシング界のスターを次々に生み出していました。最たる人物が51年に WBA 世界ライトフライ級王者となって以来、引退までの5年間で13回の連続防衛を果たした具志堅さん。疑惑の矛先はそんな彼の栄光にまで向かいました。53年に行われた王座5度目の防衛戦、13ラウンドで具志堅が KO 勝ちを収めましたが、競泳ジムは相手選手のパナマ人ハイメディオスが宿泊したホテルのコック長を買収してステーキに薬物を混入したことまで報じられたのです。金平さんのせいでマスコミは具志堅さんを汚れた英雄と書き立て、引退してもなお彼は否定会見で防戦に追われました。当時を知るボクシング関係者は、金平から依頼を受けた実行犯として名前が挙がったのは、都内で薬局を開く傍らトレーナーとしてジムにも出入りしていた薬剤師の男性です。54年に行われた具志堅7度目の防衛戦では、ベネズエラからの挑戦者リゴベルト・マルカーノに薬物入りのブドウを差し入れた。挑戦者は7ラウンドで KO 負けしたが、それは薬物のせいで倦怠感に襲われたためと言われています。後にこの薬剤師の男性は、自らが望む試合を見たかった、神の手のようにリングを支配したかったと動機を周囲に語ったのです。見えざる手で試合を我がものにしようとした思惑は国会でも糾弾されます。野党が時の法務大臣や警察庁幹部に対して捜査を求める異例の質問を行うなど、社会問題にまで発展、業界を束ねる日本ボクシングコミッションは限りなく黒に近いグレーという判定を下し、金平正樹さんのライセンス無期限停止処分を決めました。競泳ボクシングジムの現会長金平正樹さんの息子金平慶一郎さんは、親父は政治家になるという夢があったのですが、この事件でついえましたけれど、人を喜ばすことには熱心で、ボクシング寄せという催しではオレンジに注射針が刺さった図柄の羽織を着るなど、自らをシャレにする一面もあった。処分から7年経って復帰した後は、海老原博之、鬼塚克也、ユーリ・アルバチャコフなどのチャンピオンを育て上げましたと語っています。ダイヤモンドの原石を見つけて王者にまで磨き上げる執念と実行力は確かに桁外れ。疑惑が真実なら、それは彼の執念が暴走した結果だったに違いないでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。
それではまた。